大家好，欢迎来到 Super Show， 我是主持人杨子。今天我们来到了东京下北泽，那下北泽呢是分于两个区域，一个是南口，一个是北口。那南口呢是相对来说是比较文艺区，那北口呢就是非常的时尚区了。那在北口附近就集中了上百家的古着店，以及 antique 的家具店和杂货店。那这里呢又是离涉谷车站非常近，你从涉谷坐快车4分钟就到这里。那我觉得这里除了购物以外也非常适合居住，那来东京玩的朋友们可以考虑来这边住。こんにちは。こんにちは。今日買い物ですか？うん、ちょっとね、今日雨が。ねえ、雨が結構やばいですね。ふらっと今日来たんですか？もう一応なんか天気がいいって聞いてて、東京に来ようと思って。あ、普段はいないんですか？普段は横浜に住んでるけど。ああ、そうなんだ。下北とか。お買い物に。お名前ですか？お名前はステファン。ステファン、どこの店？一応、アメリカ人と日本人の。あ、そうなんだ。私もチャイニーズ。これと中国の皆さんに日本のファッションを。なんか伝えるっていう番組なんですけど、そう、今日のファッションのなんかこうテーマみたいなのを教えてもらって。テーマは一応ヒップホップ系のものが好きだけど、結構チルの方。ああ。今暑いからショートパンツとかかな。はい。だなっていう感じ。なるほど。こういうのあとで。系のパーティー。なるほど、そのパーティーね。なるほど、じゃあ楽しみにしてます。ありがとうございます。